TBS Radio 954。サンドパティスリー月曜日はスポーツライター小林信也さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ですね、はい、メールがマットアングラーさんから来てるんですけど、はい、小林さん宛てに、はい、で今日私がほらね、あのスポーツ選手のそのなんだ、あのセックススキャンダルみたいなことですよって冒頭でこう、うん、あの、はい、予告したじゃない、小林さんのコーナー、はいはい、そしたらね、メガネの話は先週たっぷりしたので、今週は小林信也さんが満を持してそろそろスポーツの話をするのかなと思いきや、今週もスポーツメインの話はしないんですね小林さんは卓球、メインのはずなのにほとんど卓球をしない漫画、池稲中卓球部みたいに思えてみましたまあね、あれですよ、今とにかくもう、小林さんの、ザ・ロード・ウォーリアーズに続いてね、その YOSHIKI というね、小林さんがかつて書いた本がですね、 XJAPAN のね、YOSHIKI さんの本、熱い注目を浴びておりますけれども、うん、最新刊はカツラの女というね、うん、ご本なんですが、その YOSHIKI さんに関するご本はお会いした上で書かれたんですよ、ね、だんだん自信がなくなっちゃいましたけど、僕が会った YOSHIKI は幻だったんじゃないかなと思ってね、ロードウォーリアーズ取材してない説っていうのがまだね、キラキラないで根強いんですけれども、YOSHIKIも妄想取材説っていうのかもしれないって自分で自信がなくなってきたんですけど、まあ、太陽ホイールズの屋敷にあったっていう可能性もあります。惜しい。屋敷のあのヘリコプターの上から投げたボールを下で取るみたいな、そっちじゃないですか、あったのは取材であっちゃったのは。いや、そうかもしれないな。僕2年ぐらい一緒にツアーにほとんど同行してた YOSHIKI さんですか。あ、そうですか。どんな話するんですか、YOSHIKIさんと。いや、結構ね、最近ほら、ちゃんと彼のことを書いた本も出ましたけどね、はい、野上さんもう僕たち30になってしまいましたとか、まあ、その頃ほら年齢は明かさないっていう、あ、どうしようね、でもあれそういうフランクな、YOSHIKIが30かみたいな、まあ、まあもはやそれよりまたね年を重ねてますけどね、すごいですもんね、はい、その絶版でしたっけ、YOSHIKIって。絶版ってなんですか。もうあんまり手に入らない。ああ、はい、ですよね。いや、なんか僕らにとって絶版っていうのはね、首みたいなことですから。そうなの。じゃあなんていう言い方をすればいいの。今なかなか手に入りにくいとか、あまり手に入りにくいというね、はい、多分中古市場では結構ね、人気というね、その昔小林さんが書いたYOSHIKIね、そのうち吉田豪さんがね、取り上げてくださるという予定になっておりますけど、ね、ウォリアーズに匹敵ますからね、失礼します。はい、で今日のテーマがこちらですよ、小林さん。アスリートはどうしてセックス好きが多いのか。そういう前提なんですか。もうこんな話何もしてないですけど今の台本にこう書いてあるんですよ。スポーツ選手はセックス依存症になるという持論を僕は持っているのですが、今日はそんな話をしましょう。持ってるんですか。スポーツ選手は依存症になりがちだという持論ですね。ごめんなさい、これね、セックス大好き石垣ディレクターが書いたね、ちょっとメモなので。マジですか。すごいね、自分の入ってると思います。僕はどんどん稲中卓球部方面に僕が操られてる感じがします。なんかね、意図的に。でもそのスポーツをやってる人ってのは何がしかの依存症になりやすいっていうのは、これ確かに小林さん前からおっしゃってますよね。今年書いた本の中でもね、言ってるんですけども、まあ、タイガー・ウッズが果たして、まあ、一部にはセックス依存症なんじゃないかというふうな声もあるんですけども、はい、まあ、依存症なのか武勇伝なのか僕は分からないんですけどね、まあ、少し前まで、まあ、というかな、今だって野球選手とかね、すごい豪快な選手たちの一つの、その武勇伝じゃないですか。女の子にモテるとか、江夏投手とかそういうことですか。まあいろんな、ね、勝手なイメージですけど例えばほら大魔神佐々木、投手がね、はい、もうとにかく夜はすごい六本木あたりでもうワインを何本も開けてとか、そういう、まあそれお酒だったりお金、女性に関しての話って、一部ある時にはすごく武勇伝にされるのに、いざ何か起こると、まあ、こういうことになるわけですね。そうですね、そういえば、まあ、タイガー・ウッズの場合は特にちょっと人格者的なねイメージが強かったから、はい、なおさらなんか裏切られた思いっていうのか、みんながびっくりしてるっていうのはあると思うんですね。だから誰もそのタイガーをこう擁護するようなこう報道の仕方ってほとんどないんですよね。うん、なんか難しいですね、こういう問題って。擁護すると
なんで擁護するんだっていう意見今度出てきますもんね、うん、悪いのはタイガーじゃないかっていう話が出ちゃいますもんね、うん、それはちょっと前にほら千葉ロッテでドラフトをされた高校生が沖縄の居酒屋さんでお酒飲んでたっていう、今問題ですね、それを通報されて、まあ、入団会見には同席できなかったという話があるんですね、うんうん、でこれなんかもちろん高校生がお酒飲んでいいわけじゃないけれども、うん、沖縄の出身の若い子に僕も改めて聞いてみたら、やっぱり高校ぐらいになってね、うん、まあ、やっぱり東京に来た感じよりも沖縄の方がまあ飲め飲めみたいな感じは社会的にこうあると、まあ、それを肯定はできないけれども、まあ、そういう中で急にひとたび明るみで出るとものすごく間違ったような感じになる、うんうん、まあ、これもどうかなと思うことがあるんですけどね。タイガー・ウッズさんはだって、まあ、まずゴルフのことと女性のことは関係ないじゃない、うん、それから、まあ、奥さんに対する裏切りだったってことはこうタイガーさんのこう家庭内の問題じゃない。そうですね、それからスポンサーさんに対する裏切りっていうのもこれもスポンサーさんとの契約上の問題で、うんうん、実はそのタイガーさんに裏切られたって感じる人が怒ってるのはそれは勝手にタイガーさんに対してイメージを持った人が勝手に自分の、うん、イメージを裏切られたと思ってるわけで、はい、実はそんな怒る筋合いじゃないかもしれない、うん、それは勝手にがっかりすればよくて、ね、勝手に嫌いになるならなればいいだけの話で、はい、別にタイガーさんがそれこうタイガーウッズさんが糾弾されるようなことではないのかもしれない。スポンサーが怒ったりさ、奥さんが怒ったりするのは当事者だから分かるんですけど、うね、今日の新聞なんかだとまた別の葉巻のスポンサーが今度すごく安いお金でオファーしてきたっていう話題があったんですけれども、まあ要するに芸風というかキャラクターが変わるってことですよね。まあそれは今までのスポンサーに対して確かに迷惑をかけるんでしょうけど、小島さんがおっしゃる側面は僕もそう思いますけどね、うん、ただ一方でやっぱり子供たち、いやこれもねおかしいんですけど、やっぱジャイアンツの新岡選手が、はい、まあスキャンダルがありました、でまあそんなこともあってか、今日本ハムファイターズにいたんですけどね、もともとあんまり監督とこううまくいってなかったっていうのもあるんでしょうけど、それでね僕の友達のお子さんがやっぱり新岡の大ファンって、うん、でうちの子も新岡の大ファンだったんですよ、はい、でその問題が起きて反応がねあまりにも好対照っていうか、はあ、うちの子はねもう新岡になんかがっかりした、うん、こういうその姿勢で野球をやってる素晴らしい人だなと思ってたらって言ってがっかりした、うん、でしかもまあ多分相手の女性もちょっとなんかこの人とっていう感じが子供ながらにあったのかもしれないけれども、うん、でところがその知り合いの人の子供は別にいいじゃない、はい、それはそれでって、この辺は個人の大きな違いですよ ね、うん、そうですね、同じ子供でもね、ただやっぱりそのことで裏切れたられた思いをする人ももちろん大人も子供もいるわけで、はい、どうなんでしょうかね、難しいですね、まあ、それはファンにしてみたらね、うん、そのファンを裏切ったってタイガー打つファンはあなたを信じたのに、あなたはファンがあなたに対して見えてる抱いてるイメージをね分かっていながら裏切ったのねって言いたくなる気持ちも分かるけど、うん、はい、でもねその裏切りませんって契約をそれこそ交わしてるわけでもないし、うん、生活においても貧困法制一糸乱れぬ暮らしをすることを誓いますって、うん、どっかにこう明言したわけでもなくて、まあ、そこまでをこうなんだろうながっかりしたっていうこと、失望したっていうのはいいんだけど、失望したっていうことと、うん、あいつはろくでもねって叩くっていうことがあまりにも一緒くたになりすぎちゃうと、時としてそれが行き過ぎると ね、うん、ね、で僕この問題で、まあまあ冷静に分析する必要もないかもしれないけれども、別にどうしてそうなっちゃったのっていうことはまだ何にも明かされてないんですよ。つまり本当にタイガーがなんかもう色に狂ってる人なのか、あれすごく寂しくて依存症だったのか、でも前提としてやっぱ奥様とうまくいってなかったか、奥様が満たしてくれてなかったか、いろんな意味でね、うんうん、そういうことは全く見えてこないわけですね。そんなことまで、うん、人に知らせなきゃいけないのかな、まあ